こんにちは。2022年9月21日、京都ザ洋食屋キチキチ雪村元吉です。今日は少しアングルを変えてちょっと動画を撮っております。自撮りで。2022年、10月ですね、イベントが2つあります。まあこれはお知らせ動画です。まあ、10月の5日午後9時、ね、日本のその QVC というね、まあ本社はアメリカなんですけども QVC、 要するにテレビショッピングです。これに僕が、生出演しますね。そして、キチキチの僕が考案した IH でね、IH のフライパンなんですけども、まあオムレツ巻きやすいよっていうようなね、フライパン、それとターナー、カップ、そして包丁ね、そして、チーズグレーター、これを、まあ、番組で紹介して、ショッピングしますね。販売ということですね。まあ、これが10月の最初の楽しいイベントです。やっとテレビショッピングに出れるっていうね、まあ、期待感ばっかり、不安はあんまりありませんね。どうぞよかったら見てください。そしてもう一つは、なんとメキシコ。2年越しですね。コロナの関係でちょっと2年間ずっと、まあ、延期という形になってましたけども、日本を18日、10月の18日に立ちます。このね、日もまたね、偶然なんですがね、10月18日というのはなんと僕のバースデーね、67回目のバースデーということです。10月18日日本を立ちます。そしてメキシコに着きます。メキシコに着いた日もまた18日って面白いですね。そして4日間、メキシコの日程で、20日、10月20日21日22日23日20、21、22、23日の4日間メキシコのレストラン、ね、ディエゴさんでオムライスを作ります。そして歌も披露します。メキシコの方々に僕のオムライスを披露いたします。いつものように自宅の屋上から今日ハンモックですけどね、もうねちょっとね、下足見えてますけどちょっと寒いんですけどね、ちょっとね楽しい、ちょっと、まあ、いつもと違う動画にしたいなと思いまして自撮りでやっております。そんなこんなお知らせ動画です。最後まで見ていただきましてありがとうございます。メキシコの皆さん、楽しみにしていてください。そしてキチキチファンの皆さん、どうぞ応援の方よろしくお願いいたします。またお会いしましょう。バイバーイ。ハッピーハッピーハッピーオムライスハッピーオムライスオーイー。